せっかくですからね、素敵な贈り物をしたいですもんね。うん、なかなかね、こういう時一人だとね、なかなかうまいことくっつかないですよね。ねえ、本当は一人ね、人見食いよって言ったらあかんかな欲しいところなんですけどね、相方が、うん、そうすればね、カメラもね、クイッとね、前ね、いい景色があったら前を向けてとかね、ね、できますけどですね、うん、それではですね、うん、ただただって、おっさんがね、運転してるだけのやつをね、映しとるというね、あのね、これ越えたらもう滋賀県ですよ、と。よいしょ。ここら辺にいたっちゃ、ほとんど顔映ってないんじゃないの、俺。まあ私ね、今ね、カメラの方見れませんからね、運転のね、景色見てますから。で、さあ、滋賀の福岡に入ります。で、そうすると、ただ下りですからね。それはもっと過激なことをやったりとかね、そういうことをすればね、またあれなんでしょうけど、ね、まあ、なかなかね、まあ、ね、この年になってね、なかなかね、できないんですよ。あと仕事の兼ね合いがね、本当はね、ちょっと4月はね、いろいろやりたかったんですけどね、実際岡山に行くとかね、プランあったんですよね。岡山行くのと、岡山 と、長野行くのと行くプランと、あと青森ね、青森に行くプランがあったんですけどね、うん、ちょっと残念ながら全部ね、ひとまずちょっとね、パスの中に行くことと、青森に至っては、ただ青森はね、ちょっと次の仕事がどういう休みが、ね、なのかにもよってくるんですけどね、場合によっちゃねぶたに合わせるかっていう話も出てますけどね。うん。ねぶたの時はすごい人らしいですからね。そこが大丈夫か。まあ、寝床がね、確保できるんですよ。まあ、要は、あのね、大学の友達でね、青森とかいますんでね。うん。そういう人にね、泊めてもらうというですね、サンダも立ってますもんね。宿は問題ないですけどね。これね、本当に。あそこだと飛行機とか、飛行機、新幹線もあるかね、通ってますし、うん、あとは深夜バスでいうと、あの地獄のラフォーレ号ね、あの伝説のですね、まああのね、深夜バスといえば水曜どうでしょうとね、水曜どうでしょうでも有名なのね、東の横綱でしたっけ、それね、西の横綱が、キングオブ深夜バスが早く博多号でね、で、東の横綱が、ラフォーレ号でしたっけね、そうですね、青森から、東京までを結ぶというですね、のがありますよ。深夜バスね、なかなかね、乗ったことあるんですけどね、あの4列シートのやつとか乗りましたけどね、あのね、そのなんか他のとこでも話したことあると思うんですけど、とにかく私トイレが近いんですよね。夜中もね、本当にね、4回5回とかね、3本当にね、起きてトイレ行くんですよ、うん、なもんでですね、これね、なかなかね、バスやとね、本当大変なんですよ、うん、エミナまであと何分かなって、うん、もう全然ね、うん、本当にね、サービスエリアつくさびにですね、トイレに直行ですよ、うん、だって記憶がありますんでね、うん、ちょっとなかなか、うん、こういうね、トイレ近い系 YouTuber にはですね、非常にちょっと、不向きな乗り物であるのは間違いないです。だってね、名阪特急、近鉄のね、特急で大阪ナンバー行くじゃないですか。絶対一回は途中でトイレ入りますからね。うん。2時間、だって2時間近く乗るじゃないですか。まあ、うちの場合は4日時間乗りますんで、いわゆる高速特急じゃなくてね、名阪
の、甲州じゃなくて大津の方ですね、四日市も泊まるやつですね、ですんで、それに乗るわけですけど、いやートイレ途中でトイレ行かずに乗れたことって多分ないですよ、だって2時間もあるんですもん、無理ですって。大体1時間に1回は、でね、調子が悪いともうね30分に1回でも聞かないですからね、YouTube の話からなんかそこからまあもうね脱線するのはいつものことですんでね、やっぱりねちょっと相方が欲しいなというところで、相方が欲しいぞという話まで戻ってきた、でそこからさらに戻さなかったね、もうね相方で、ね次の職場になったら多分ね連れ出しやすいと思います、土日休みになるんで、今の仕事って平日休みなんですよね、土日も仕事があるんで、でこれね土日休みの会社の方にはなかなかピンとこないと思うんですけど、いや平日休みのところっていうのはみんなが平日にまあ交代休みするわけですよ、ですので、基本的に同じ部署の人と休みが被るってことがないんですよ、そうこれねその、ねいわゆる平日で、ね、7日間の交代制のねこういう、平日で休みのところのシフトの ところでは比較的ねセオリーなやり方なんですけど、だからみんなで、ね、結構集まって、遊ぼうとかっていうのがね、基本的にないんですよね、まあカラオケ屋の時とかはね、まあ、カラオケ屋の時はまあねスタッフのやつとか、同じ、ね、休みが取れる、ね、やつとか連れてね、出かけたりとか、まあ、あとはお客さんね、常連の、やつをね、よしちょっと出かけるぞ飯食いに行くぞとかってね、やってましたけどね、まあ主にね、Y 君ね、主に Y 君ですね、一応ね、本人の許可が取れてないんでね、本名は出さないようにしましょう。で、本名を出すとね、一発でバレる子ですんでね、ちょっと、私たちと違って名前がね、珍しい名前の子なんでね、Y 君。YS 君にしとこうか。Y 君っていうと、この後の、ね、それでは私だって Y 君ですし、で、これね、今お土産を買いに行く動画じゃないですか。お土産とかね、お礼の品を買いに行くね、やつなんですけど、このお礼の品を買いに行く相手も、いわゆる相手の人も Y 君なんですよ。で、Y 君家族なんですよ。だから、そこのね、家割り全部 Y 君ですからね。で、しかも、そいつだと、そいつって言ったら、ね、先輩と、ね、その Y 君、ね、Y 君とね、またこれまた共通の友達の Y 君なんでね、みんな野行なんやね、そう考えてみると俺らの周り野行で固まってんだな、しかもみんな嫌やとと特定できるようなこと言ったからね、そう YS 君ね、主にね YS 君をね、ゲームやるときもね、大体ね、デュエルスペースで遊んでますから、YS 君がね、よっしゃ、仕事終わったー、あおるな、よっしゃ、飯食いに行こうってね、引っ張ってね、まあ、飯を食いに行く先はどこか分かりませんけど、一番ひどかったのはどっちかな、そのまんま香川で、讃岐うどんを食べとったことはあるな。あとは、あとはひどかったのっていうと、出雲そばか出雲そばを食べてましたね、でね、私はね、そう出雲大社もお参りしてきましたけどね、その時に。あ、で、派手だ。鳥取砂丘も寄ってきた。
その時は結局ね、あれ何だった、あ、そっか、ご飯自体は大阪で食べたんだ。大阪まで出てって大阪で天一食べて、で大阪で天一を食べて、うん、そしたら友達から電話かかってきて、山寮何しとんのとかかかってきて、あ、今天一で、天一行くとよって、どこの、いや、あの別に聖地巡礼はしてねえぞと、うん、普通の、うん、大阪にある天一やぞって、でそう、ちょうどよかったわ、今大阪で天一食ったらいいけど時間が中途半端で、こっから俺らどうすればいいと思うってね、その友達にですよ、シアってやつですね、ハンドルネームシアっていう、うちのサークルの裏代表やってるやつですよ、ね、言ったらですよ、おお、ええこと思いついたんですね、うん、山城今な、天一食ってやろと、天一は中華そばやと、うん、まあ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 、異論はあるんやけど、うちの中でね、まあ、ホッテ理論とかありますんでね、ホッテに関してはいろいろありますけど、まあまあまあ、中華そばの一種と認めようと、うん、で中華そば、中華そばを食べたいんやったら、和風のそばも食べやなあかんやろ、山城、山城、出雲に美味しいそばがあるねって言い出して、うん、あいつも酔っ払ってたんでしょうね、出雲行ったら美味しいそばがあるねって食ってこやって言っとるから、じゃあ食いに行くかっつってね、うん、でそっから一晩かけて福知山経由で、京都福知山経由で、結局、まず稲の船屋ですよね、あ、まず順番で言ったら天の柱とか、朝の4時にまず天の柱を見て、うん、何も見えねえって言って、で結局天の柱っていうの上に展望台登れなかったんで、朝の4時やったんでね、当然ですけどケーブルカーも何も動いてねえんですよ、朝の4時にね、で仕方ないんで、天の橋立てのあのみんなが覗いてみるあの橋になるところあるじゃないですか、あそこを延々ですよ、歩いてですよ、わ、両側から波の音がするなーなんて言いながらですね、でマイエス君は山田さん、なんで俺今こんなとこにいるんでしょうねとかって言いながら、はいって、うん、なんでやろうな、俺にもわからんと。で、そっから、丹後半島をぐるっと一周して、稲の船屋に行き、しかも道間違えてね、で、地図も何も持ってなくて、当時カーナビも何もついてなかったんで、当時の車、うん。あんな海沿い走っとったらなんとか着くやろ、出雲に、つってね。うん、で、丹後半島をぐるーっと一周して、で、稲の船屋に着いて、ちょうどそこで夜明けですよ。綺麗でしたよ。うん。山の方から登ってきますからね、あれは太平洋側の人間としてはすごく神聖なんですけどね、朝日が山の方から登ってくるって、あ、ね、その、ね、山のある方が南側ですかね、あっちの方は。で、稲の船屋見て、すごいやろうって。うん、うちら世代だと、釣りバカ西で有名なところですけどね、釣りバカ西でね、浜ちゃんが、ね、船屋のところに泊まって、そうすると船屋っていうのは、1階が、なんて言ったらいいかな、まあ、1階が、船着き場になってるんですよ。で、2階に家があるんです、自宅が。そんな構造なんで、2階の、ま、窓から、もう即海なんで、浜ちゃんが待ちきれやんくなって、確か、そこから人垂らすんですよね。こっから釣れやんかなとか、なんかそんなシーンがあったりした、ような覚えがありますが、うん。そう、そんな釣りバカにしろね、ロケ地としてもね、有名になった、稲の船屋でございます。そこによってですね、ただね、YS この知らなかったですね。何、釣りバカにして見てなかったか、あれ、そんなありましたっけなんて話しとったけど。うん、ね、で、夜明けを迎え、そのまんまずっとまた日本海沿いをずっと走って、途中でね、あ、これ後から、言われたんですけど、あ、景色きれいなとこがあると思ってね、パシパシって、鳥取へ撮っとったら、どうもそれが岩見っていうところであったらしくて、うん。フリーで有名なところらしいですね。いやね、今日は2でしたよね。そうそうそう、フリーっていう、アニメがあって。
なんかそれで有名なとこやったらしくて、知らなくてね、ただ単に私は朝の漁港とか綺麗やなって、ね、パチパチとって。で、それでですね、まあそれはそれで後でまた大変なことになるんですけど、実は。で、撮って、で、で、そのまま、鳥取行ったんですよね。鳥取砂丘ですよ。よし、せっかく鳥取砂丘を見よう、つって。私、鳥取砂丘2回目だったんですよね。その前に沖縄の友達とね、鳥取砂丘をなぜか見に行くというね。うん。まあ、それはそれでどういうことじゃねっていう話なんですけどね。うん。同じように飯を食いに行ったんですけどね。飯を食いに行った先は、まあ、鳥取だったってわけですよ。うん。いや、これは中に帰るよりは近いやろ、つってね。連れ回したのを覚えてますけど、うん、しかも途中で前の車が事故ってね、2時間ぐらいその事故の処理をするっていうね、そう奈良でね、ぐしゃんって前の車が事故ってしまって、ありゃーって奈良の話しとってね、奈良でそんなことがあってね、そのまんま、あの時は鳥取行ったなーっていう話をしとったよね、なんで鳥取行ったって話、あれそれは S 君の話やんな。 S 君とね、あのしんちゃんと行ったやつやから、さあそれはね、ちなみにあの沖縄に帰るんね。そう、その子がね、ちょうどね、まああのもうすぐあのちょっと夏に沖縄に帰ることになりましたっていう話にしとって、いや最後にちょっとあれや、何飯でも食いに行こうかって言ってね、すっごくえって顔してましたけどね。山田さんが飯に食いに行くっていう時は大抵って言っとったら、その YS 君が行ってこいって今日俺捕まらないで済んだって感じでね、行ってこいって見送ってましたけどね。それでとりあえず鳥取着いた時にサンキューって言っとったら予想外やったんでしょうね。太平洋側って言ってましたからね、私出して行くときに。とりあえず太平洋側ずっと行こうみたいな話をしてましたからね。実際ずっと太平洋側に行ってたんですよ。逆に言うとそうなんですよ。ずっと太平洋側行ってたんですよ。あれ、すごいですよ。延々太平洋側を行って、太平洋側行って、そう。で、いつも行こうかって話になったんですよ。広島まで行ってなかったな。岡山のあたりで、倉敷、岡山あたりのところで、そろそろ行く場所決めようか、って言って、山田さん、そろそろ決めましょう、って言って。うん。なんか延々走ってきてますけど、そうやな、俺明日仕事やしな、って。今日日帰りなんですよ。日帰りでね。うん。明日仕事やしな、って。どうしような、って。あれやったら出雲とか行ってみたいですって言っとったよね。で、うん、でもさ、じゃあ出雲ってことはそのままずっと走ってって、だ当時は本当に何の予備知識もなくて地図もなくて行ったんで、ま、結構わからんくて、岡山の上が鳥取やろと、確かそれな、それぐらい鳥取と島根の位置がちょっと曖昧になるぐらいにね、曖昧だったんですけど、実際ね、通しで走ってしまったので、一回。もう今はわかりますけどね、大体の。あ、そう。で、出雲行きたいなって。じゃあ、広島から登ってったら、出雲に着くさ、って言っとったね。で、岡山から、ちょうど、そうしたら走っとったら、広島まで福山か。福山まで何キロっていう表示が出たんですよ。確かね、それがね、120キロとかって出たんですよ。福山まで120キロ、ちょっと待ってと。福山って海沿いやぞと。しかも広島の一歩手前やぞと。で、こっからさらに広島まで行って、そっからグイッと登らなあかん。あれ？そうすると200キロ近くは走らなあかん、計算。200キロ以上走るぞ。しかも往復、そこではまた帰ってこないなかと。あ、これはもう帰ってこれないんじゃないかと。うん。それで慌てたわけだぞ。これ慌てて急遽、じゃあ、こっから折れたら日本海側にはとりあえず出るぞってね。折れてですね。
そっからはですね、津山から津山経由で行きましたね。うん。はい、ちょっとぐるっと逆する形になったけど、津山のジャスコで、とりあえず作戦会議練って、そっから山を越えてていいやってなって、山を越えてって、途中で薙町っていうのを見つけて、薙やーっつって、私はやてのごとくのね、薙ね、うん。もう何せ患者ですが、くぎ名病患者でございますから、うん、しかも N 型感染でございますから、当然、泣き大好きでございます。仕方ない。ね、泣き待ちやろうって言って、泣き待ち寄って、登山口のなんか入り口みたいなところにですね、ちょっと、公園みたいな、テーマパークというほどではないですけどね、ちょっと、休憩所とちょっと、料理店とかね、いろいろ入っとる、ところ、施設があって、で、そこで休んで、一休みして、なぎ町のパンフレットとかですね、登山道の案内とかもだって、なぎさんの、さあ、で、案内もらって、で、そのまままたずーっと北に登ってね、面白いもんね、山陰地方に入ると曇ってきて、うん、曇ってきたな、さすが山陰やと思いながら、うん、で、もう雨も当たってくる中で、とりあえず鳥取砂丘着いたぞーつって、うん、どこが鳥取砂丘やねん、わからんけど、これ砂があるから、鳥取で砂やから、ここら辺が鳥取砂丘なんやろって言って、適当に降りてですね、砂丘って言って、うん、で、帰ってきたって一応日本海の刺身をちょっとつまんでですね、スーパーに行ったら日本海の刺身売っとるやろ、おー、うっとる安っ、うん、なんか毛ガニが普通に歩いとる毛ガニが売っとるんけど、なんじゃこれって言いながらね、やっぱ魚は、あっちの魚は新鮮ですし、その、もちろん鮮度の意味でも新鮮ですし、ちょっとね、やっぱこっちと太平洋側とは違うし、だから当然ね、そのね、しんちゃんは、沖縄の子ですから、沖縄で取れる魚とはもう全くの別物ですから、うん、物がね、沖縄の市場と違う、うん、やろうって、ちょっと連れてきた甲斐あったぞ、って。ことを言いながらまた帰ってきたっていうのをやっとって、それでは、そう、鳥取には行ったことがあったわけですよ。鳥取には行ったことがあって、で、2回目でございます。本当はちゃんと見たいと思っとったら、ちょうどまあ、その時はね、国道沿いからずっと行ってましたから、うまいこと見つけたわけですよ。大鉄や。あれは近江鉄道やな。いいですね、近江鉄道もいいですね。全国大会優勝した日の町の消防団すげえ、さあ味噌津まで来ましたよ。あ、味噌津もね、うん、多分難読地名ですよね、うん、日野町のね味噌津ってところですね、今日野駅のあるあたりですね、なんか、この辺りもなかなかのどかなところでございましてね、うん、あ、もうなんで完全山を越えてますよ、もう日の町の中まで入ってきてますから、うん、平和通り休んでこかなと思ったけど、まだオープンしてないね、この時間へとね、残念ながら、そうで、なんで大阪の話しそうな俺、鳥取の話をしとったはずなんやで、おちはだって鳥取の出雲そばを食べたところの話まで持ってかなあかんのやで、なんで大阪に脱線してんねん、脱線の仕方が半端ないや、そっか、強風と何話風の話か、あ、そうで、まあ何話であれないけど、そう、三重県自体はね結構食べ物京都寄りなんですよね、うん、細かいところの話なんかもしれませんけど、
分からん。よく言われるのがたこ焼きは違うって言いますよね。一番 逆に言うとその分かりやすいのはたこ焼きって言いますよね。東京の方の人、ね、人やとね全然ピンとこないと思うんですけど、ガモンインターなんてできた？何ガモンインターって何？そんなインターあったっけ？何？ガモンインターなんてできガモンインターができたんやったら俺すっげー来やすいやん。何何何どこにできたん？ちょっと帰り寄ってきましょうか。帰りというか、いや、ここは目的地って言ってなかったんですけどね。こっからどこ行くかって話なんですけどね。どうしようかな。うん。そうそうそう。まあ、話を続けていきましょう。うん。ただこれをどうやって編集するかですけどね。で、そう、京風、なにわ風、違うよっていうので、よく言われるのが、うどんと、たこ焼きですよね。うん。うどんちょっと、めんどくさいから、ちょっと置いといて、たこ焼きを簡単に言うと、キャベツ入れる入れない論争っていうのがあって、うん。大阪のたこ焼きは、キャベツ入れないですよね。で、京都の人たちはキャベツを入れる。京風たこ焼きってなっとるやつは基本キャベツが入っとる。で、何も風たこ焼きって言うとってキャベツが入っとったら邪道やとかっていう意見もあるぐらい、そこが大きく分かる。まあ、細かく出汁とかもちょっと違うみたいですけど、まあ、それは各家庭でまだアレンジ変わりますからね。特に大阪で行ったたこ焼きって言ったら一家婚があってね、家によってたこ焼きの味は変わるっていうね、そうそうそう。で、必ずたこ焼き器があるって言いますね。言いますねっていうか、まあ言われてみたら、我が家にもね、四日市でやけど、まあたこ焼き器はあって、まあ言うたらたこ焼き、よし、今日はたこ焼きパーティーやって言ったらたこ焼きパーティーってやってましたし、で、なんならこれ私一人暮らしやけど、言うてやっぱしたこ焼き器は一応持ってますもんね。まあ、最近もう全然使わなくなってしまってるんですけど、友達がね、ちょっと、ちょろちょろって来とった時は、よし、たこ焼きでも焼くか、とかね、ちっちゃいやつですけどね、大型プレートのやつじゃなくて、あ、でも待てよ。大型プレート、ホットプレート買った時についてきとったな、たこ焼きのやつも多分。まあまあいいや。まあまあまあ、たこ焼きなんで。簡単にも電気で焼けるやつですから、スパナでもなくてね、いいんですけども、まあ、一応あります、ね、言われてみれば、考えてみたらありますね、さてとありますけど、ありますけど、そうでキャベツを入れるやんっていうのがあって、で、なんか、でもこれね、高橋さんの番組で言っとったんで、いつぞやね、何やったっけ、ワンマンじゃないな、胸キュンの方やったかな、ザコバ師匠とかが出てきて、そうそう、ザコバ師匠が京都の方がキャベツ入れるのを見て、なんでキャベツ中入れんねんって、なんかさ、大阪の人たちがみんなが叫んどったっていう、もうキャベツ入れたらキャベツ焼きやんけっていうね、これがどうも意見みたいですけど、そうなんですよ。実際、キャベツ焼きってのがあるんですよね、大阪行くと。あれは美味しいですよ。安いしね。あの出店でね、キャベツ焼きって売ってるんだったら100円とかで売ってますからね。あれはあれでね、私もね、見かけると好んで食べますけどね。なんて言ったらいいかな、やっぱりね、キャベツ、大阪のキャベツ焼きっていうと、なんて言ったらいいかな、四日市でいうネギ焼きのイメージかな。で、ネギ焼きのイメージで、ちょっと種類変わるけど、愛知の人たちでいう玉銭のイメージ。100円、200円で、
で、もう、じっちゃん、ね、じいちゃんとか、ね、おっちゃんがですね、もう、屋根もないような屋台でですよ、うん。もしくはね、車からちょっと引っ張ってきてですよ。で、車から電気引っ張ってきて、ガス引っ張ってきてですね、ジャーって焼いてね、薄く、ね、ネギ焼きあったらネギが入っとるんですけど、うん。ネギ焼きとキャベツ焼きは本当にネギとキャベツが変わっとるだけと思ってもらったらいいかな。うん。そう、あのネギ焼きのネギがポンと入ってるじゃないですか。四日市市民向けにやってますから、四日市支店で行きますよ。あのネギ焼きってあるじゃないですか。で、あのネギ焼きのネギの代わりにキャベツが入ってるのがあるんですよ。それが大体100円とか200円で売ってるんですよね。大阪のところとか散歩しとると見かけますよ。うん。ふらーって、ね、ちょっと一つ裏路地とかに入るとね、ポツンって売っとるんでね。あーおっちゃん、今ちょうだいとかですね。そう、うん、でね、買います。あ、俺ら世代になりますけど、大須で昔大久保さんってやって、今もありますけど、今はもうお好み焼き売らんくなっちゃったけど、あそこのお好み焼きの感覚、うん、あー、イカ玉、肉玉って言ってさ、そうしたら 100円150円とかで、あそこは200円やったかな、最後の方200円やったかなと思うけど、うん、200円でね、うん、いいよって、肉玉、イカ玉って、もう焼いてあるので準備してあって、あの、ほら、銀紙のホイルに包んであって、それをね、バレて食べて、ちょっと座って、座るなり、もしくはアールジュネスのあたりとかね、あのあたりをちょっとプラッと一周回ってね、うん、パクパクって食べて、うん。で、食べ終わって、ごちそうさまーって言って、ゴミを捨てると、横にリーさんの唐揚げ屋さんがあって、リーさんの唐揚げを食べる。これがもう、すごい歩いとった時のね、うん、ちょっと贅沢コース。ちょっと、贅沢でもないけどね。うん。200円に、それにリーさんのやつで、まあ、ワンコインぐらいですよ。あれがワンコインで、まあ、1000円で収まるぐらいのね。うん。グルメ。大須のソウルグルメ。で、最後は、それで、ちょっと、まだお腹、ちょっと食べたいなって時は、そのまま数学屋へゴーですよね。なんか、もののやったのかな ?9 時 ?10 時からやったっけ、この工場までかなりオーバーランをしてしまいましたね、私。やってしまいました。うん、お、止まれた。ガンモノの湯のね、帰るところはね、気をつけないとね、こう、山がクイッてなっとるところの先に交差点があるんで、ね、どうしよう。10時からや。まだだいぶ先やな。しまった。しまった。帰りに入りに来ようかな。じゃあ、こっからその、ガモのインターチェンジってどこにあるのか。恐怖風の話からね、そう、出雲の話行くのに何時間かかってんねん。おい、1時間以上かかっとるやんけ。出雲に行くのにね、鳥取まで話した、鳥取に着いたら、ちょうど、リフトとか動き始めた時間でね、ほんと朝の8時、その時点で朝の8時か9時ぐらいやったんですよ。うん。で、よっしゃ、リフトって乗って、鳥取砂丘に着いて、ラクダがおるとか言いながらですよ。うん。で、そしたら、写真パチッと撮れとってね、その時のね、ちょうどね、実はその写真出てきたんですよ。この前、いろいろ資料とか整理しとった。うん。先週ぐらいにね、ちょっと片付けとったら出てきたんでね。よいしょ。それも見ながらやったんですけど、面白いですよ、うんね、許可が取れば載せますけどそんなのがやっとってね、とりあえずアクリパークに着いたけど、よいしょ。で、鳥取に乗りましたよと。で、そこから鳥取からね、要は、出雲に向かってたわけですけど、そっから話しましょうか。まとまらんかったんでね。仕方ない。
次回へ続くということで、ちょっとアグリパークビューを見ていきたいと思いますよ。よいしょ。